社長時の距離ってどうなってるの？なんかうとうとしたんですか？あいつの仕事は気になる腕に二人くっついておりまして、足が上が置いておりやすい、なかなか申し訳ございません。そうだ、おめえみてえなウボケいいかがすっ込んでるわよ。そうかい、ひと切れと言われたこの俺もガキにかかりゃ刀しか。おい、待ってください、うちの脇物の外勘弁しちゃってください。俺に誰をやるとおっしゃる？実はそれで場所を変えて話をしましょう。さあ、親分、お断りなすって。おめえらねえな、ずいぶんとせやってるんだがな、俺はどうしてもとっつぁんを探してんだ。年の頃ならご地取りさん、津軽なまり、それだけしかわからしね。すまねえが、また探してやってくれねえか。わかりました。お待たせしました。さあ、どうぞ。すまねえ、はい、向こうのバイトに行って。なんですよ、むちゃくちゃな写メ撮って。おい、ジジイ、待て、何してんだ、この野郎。おい、何やってんだ、やめろ。ですが、やむ、お許しくださいませ。お前さん、どうやらお駒さんのようだね。はい、お駒さんといや、俺は聞いたことがあるんだ。盗みはしねえ、非道はしねえとな。おめえさん、今わしの髪で取りなすったね。お許しください。いや、叱ってるわけじゃねえんだ。何か抑制ならねえ、不敬自制があるんじゃねえのか。あるんだったら、よかったら聞かしちゃくれねえか。それでは、私の話聞いてくださいませ。わしは千歳橋の下に住むお駒でございます。3日続きの大雨でわしはと食べるものだってありません、もらえるものだってありません。そりゃわしは大人たちはその日その日何とか辛抱もできますが、できないのは子供たちばかり。じいちゃん、腹減った、俺たちにも何か食わしてくれ、食わしてくれと言われればどうすることもできず、下肩ぶりにこうやって雨も上がり、食べるものを探したところが、お許しくださいませ。叱ってるわけじゃねえんだよ。そうか、お姉さんたちにも随分と苦労があんだな。はい、俺は役者とお駒さんは3日したら辞められねえ、そう思ってたんだが。役者そんな苦労があるんだったらなあ、目には見えなくても役者さんだって随分苦労してるんだろうな。おしゃった、ここに少しばかり金がある。よかったらこれで子供たちに腹いっぱいにしても暮らしてやる。いやいや、ちょ、親分、何言ってるんですか。いいですか、この野郎は親分の髪入れ盗んだ盗人でございますよ。子供たちがかわいそうじゃん。何言ってるんですか、子供なんているわけねえじゃありませんか。嘘かもしれませんぜ。さ親分、マサ、はい、俺は一体誰の髪入れだ。それは親分のですけど。俺が誰にやろうとどうしようとおめえの知ったことね。いや、でも親分、いいから黙ってろ。さ、試しねえよ。親分様、うん、お金をいただけ。ああ、ありがとうございます。心配だね。お金もじゃもらって、お持ちまでいただきました。うん、お役人様からお手紙があったのその時、何と言えばよろしゅうございますか。よかった、お姉さんたちがそんなに金を持ってるわけね。もしもな、お役人に聞かれたら変わった調子からもらったぞ。さあ、やる。さ
さえるな。おめえさん本当に大丈夫でございますか。控えさせていただきます。早速の控えありがとうございます。てめえ生まれ前者は勘弁しておるのだい。旅から旅の人蹴りがよ、名は松五郎と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご丁寧な挨拶ありがとうございます。てめえ当一家大が出勤させていただいております、小吉と申します。旅人さんよりお手を挙げます。まずは兄さんより、阿弥兄さん、兄さんより、それじゃあご一緒に。ごめんなさいませ。人斬り怪我のおめさんが、うちの一家にはどのようなご用で。もう一つ宗主がいたらなぜ。親分に何の用で。宗主を斬る。親分、そうだ。斬るな。させると思うか。年寄りだからって甘く見ちゃいけねえよ。ちょっとおめえみてえな馬鹿話になるね。そうぜ出せ、そうぜ出せよ。あいにく親分は留守をいたしております。隠し立てすりゃためになんねえぞ。留守じゃねえ。そうだ、だったらな、上司が帰ってきたら伝えろ。ブラウゼルの一本松まで出向いてこいとか。わかったかい。はい、飯も布も用意したから奥へ行こう。何でもねえ、気のせいだ。何かあったんだろう。何もねえ。汗かいてるじゃねえか。大丈夫だし兄貴。大丈夫だ。俺たち兄弟なんじゃねえか。何があったか話してくれよ。うちの一家に人斬りが来た。人斬り？用件は親分の命。いねえと家は村外れの一本松で待っているからそう伝えて。分かった。どこに？決まってるじゃねえか。親分の代わりに俺らが行くね。バカを言うな。兄貴、俺が行ったところで歯の立つ相手じゃねえ。兄貴、親分にだって勝ち目がねえかもしれねえよ。泣いてな。だってあの人斬り松五郎だ。松五郎、俺が出向いていく。待てよ兄貴、何言ってんだよ。親分に勝ち目が分からねえんだったら兄が言っても勝ち目があるか分からねえじゃねえか。だからと親分は片思いくさく笑われる。だったらこうして兄貴、二人で行こう。二人で行きゃなんとかなるって。ダメだ兄貴。いいじゃねえか、二人で行こう。兄貴、朝親分は今何をなさっている。行き別れになったおやじさん探しているんじゃねえのか。俺がおめえと二人で行ってどちらか一人でも戻ってこりゃいいが、二人とも命を落としたその時には親分のおやじさんは一体誰が探すんだ。でも兄貴、兄貴、一人で本当に大丈夫か。バカ野郎が、なーに情けねえ声を出してやがる。俺にとっちゃ男の門出じゃねえか。背中には親分が。
敵にはおめえの魂。いいかいマサ、人とこの家に生まれてきたからにはどうで一度は死ぬ体を見せて終わるも死にしも刃にかかって倒れるも持って生まれた好みの情報。ほらな、最低ボタンと言われるよりも知って桜もあげに一切れ松五郎がやってきました。だと狙いは親分の命だったが、兄貴は親分の代わりで出向いていきました。なぜ俺に知らさなかった。兄貴が言うなって。あたやろ、どこ行ったんだ。村外れの一本松でござす。おかしならない。マサ親分出したんと用意しろ。今メールもした。おめえ年寄るさ、あまり寒さ待たせるもんじゃねえぞ。逃げずによく来たな。おい、あっしは川北長次じゃねえ。おめえさんが一家に来た時に取り次ぎに出た承知しというもんな。おめえ騙したな。騙したわけじゃねえ。人気の方だが、これに合うわけがあってのことだ。そのわけどうか聞いてやって、おくんなせ。長子は今知らせるわけにはいかねえ。親分は生き別れになったおやじさんを探している最中だ。年の頃なら五十とびさん津軽の丸だ。もう一度分かっている手がかりがこれだけじゃ見つけ出すことはままなりはしねえ。だが親分がおやじさんに会ってもらえて、会った時の親分の喜ぶ顔が見てえと、わしらは今日が日まで一心だって探してみました。おめさんも誰かに頼まれ親分命を取りに来たんでござんしょうが、一人やよ。ご賞でござんす。吹けば飛ぶようなこんな若造の命じゃござすが、てめえの命で親分川北長次をどうか見逃してやって、おくんなせ。おめさん、年のこれならご主人さん、すがるのも、まさか。おめさん、おやめ。
助かるんだろう。待ってくれ、ね、願う。一つは兄貴が入る棺桶、それじゃもう一つは俺が入るかもしれない。何言ってるんですか、親分。嫌です、足は行きません。親分が入る棺桶なんて足が取れる。よし、上がった。嫌です。もう行くな。親の言うことは一年後のわけですからね。証拠があるよ。親分の子分の杯は水だ。何言ってるんですか、親分。マサ、だったら行け。やめす、親分。おめえしかいねえんだ。てめえの言うさ、俺もだ。支度しな。支度はこれで結構。支度がよけりゃ川北長次の親分様。